ラッセル・アレクサンダー・アルジャー・ラッセル。アレクサンダー・アルジャーは、アメリカ合衆国の政治家。ミシガン州知事と、連邦上院議員を務め、ウィリアム・マッキンリー政権で第40代陸軍長官を務めた。1836年2月27日、アルジャーは、オハイオ州メダイナ軍のラハイエット軍区において、誕生した。アルジャーは12歳で孤児となり、 その後は二人の弟を養うため農場で働いた。アルジャーはサミット軍のリッチフィールドアカデミーで学んだ。アルジャー同軍の学校で教職に就き、およそ2年を過ごした。アルジャーはアクロンで法律を学び、1859年3月に弁護士として認可を受けた。アルジャーはまずクリーブランドで弁護士業を開業し、その後1860年に、 ミシガン州のグランドラピッツへ移った。アルジャーはまた、材木事業にも関与した。アルジャーは、アルコナ軍区のブラックリバーに今日構え、材木伐採の監視に当たった。軍曹のアルジャー・アルジャーは、南北戦争初期の1861年に、兵卒として北軍に加わった。アルジャーは大尉に任せられ、続いて、ミシガン州、第二不評連隊で少佐を務めた。 アルジャーは1862年7月11日のブーンズビルの戦いに参加した。アルジャーはフィリップ・シェリダン大佐の作戦により90人の兵士と共に敵人後方からの奇襲を行った。その結果、北軍はこの戦いで勝利を収めた。アルジャーは負傷し、南軍に補修されたが、同日中に脱走し生還した。10月16日、アルジャーは ミシガン州第6騎兵隊で中佐となった。1863年2月28日、アルジャーはミシガン州第5騎兵隊で大佐に昇進した。6月28日、アルジャーはゲティスバーグでの作戦に従事した。アルジャーの働きは高く評価され、後にジョージアームストロングカスター将軍の報告書でも特別に言及された。アルジャーは優れた。 軍事戦略化という評価を獲得した。北軍の補給戦略のための実地調査では、エイブラハムリン・カーン大統領のすぐ側で作業を行った。7月8日、アルジャーは敵の追跡作戦に従事している最中、メリーランド州ブーンズバラで重傷を負った。アルジャーは半年の療養後、1864年の警告戦役に加わり、フィリップ・シェリダン将軍のもとに従事した。 1864年6月11日、アルジャーはトレビリアンステーションの戦いで、南軍の大規模な騎兵攻撃を受け、拘束された。南北戦争終戦後の1865年6月11日、アルジャーは順将に名誉昇進し、また同時に志願兵の少将,将となった。アルジャーは南北戦争終戦後、デトロイトに居住した。アルジャーは、アルジェ、 スミスカンパニー社とマナスティークランブリング、カンパニー社で社長となった。アルジャーは、ヒューロン湖沿岸200平方マイルを超える広大な松林を所有し、年間で7500フィートを超える材木を生産した。ミシガン州知事時代のアルジャー・アルジャーは、共和党に所属した。1884年、アルジャーは、共和党の指名を受け、ミシガン州知事に選出された。 アルジャーは州知事を1885年1月1日から1887年に1月1日まで一気2年を務めた。アルジャーは1886年にも共和党から再選を目指すよう要求があったが、アルジャーは辞退した。1888年、アルジャーは共和党の大統領選挙人を務めた。1888年、アルジャーは グランドアーミー・オブ・ザ・リパブリックでミシガン支部の初代司令官となり、1889年にはグランドアーミー・オブ・ザ・リパブリック本部の第18代最高司令官を務めた。1897年3月5日、アルジャーはウィリアム・マッキンリー大統領の下で陸軍長官に任ぜられた。アルジャーは陸軍長官として在外大使館及び公使館で活動する軍。 関係者の給与増額を推し進めた。アルジャーは第二陸軍時間保のポストを認めるよう議会に働きかけ、またキューバ、プエルトリコ、フィリピンでの警察活動を求めた。アルジャーは米西戦争の際、キューバ遠征隊の代表としてウィリアム・ルーファス・シャフターを選任した。だが、陸軍省内での準備不足及び非効率的な作戦行動により、アルジャーは 非難を受けた。そして1899年8月1日、アルジャーはマッキンリー大統領の要請により陸軍長官を辞任した。1902年、アルジャーは連邦上院議員ジェームズ・マクミランの死による欠員重騰のためミシガン州知事アーロン・ブリスにより公認の連邦上院議員に選任された。アルジャーは1903年1月の戦で ミシガン州議会から継続して連邦上院議員に選任された。アルジャーは1907年に死去するまで連邦上院議員を務めた。アルジャーは第59議会において沿岸防衛委員会と太平洋鉄道委員会で委員長を務めた。ミシガン州デトロイトの時定1907年1月24日、アルジャーはワシントン DC において死去した。アルジャーの遺体は ミシガン州デトロイトのエルムウッド墓地に埋葬された。1861年4月2日、アルジャーは、グランドラピッツで、アネット・イーチ・ヘンリーと結婚した。アルジャーは、アネットとの間に6人の子供を設けた。フェイ・アルジャー、カロライン・アルジャー、フランシス・アルジャー・ラッセル・アルジャー、フレッド・アルジャー、アラン・アルジャー・プルトン、S、サイクロープ・ディア・オブ・アメリカン・バイオグラフィー、エディテッド・バイ。 ジェームズ・グラント・ウィルソン、ジョン・フィスケ・シックス・ボリュームズ、ニューヨーク、ディ・アップルトンカンパニー、1887から1889。ありがとうございます。